こんばんは。本日3本目なんですけど、全部真面目です。はい、そういうの言わなくていいよ。バレるの？うん、あのサボってんのバレるから。そう。普段あのふざけてちゃんと撮ってね。そんなことないですよ。ちゃんとやるんで。これももしかしたらサロンになっちゃうかもしれないんですけど、覚悟でやりますね、うん。グリップの太さ。この実際のこのグリップの太さ、うん、これが細いとどうなる、太いとどうなるっていうのが分からず、うん、太さ細さを好みで決めちゃってる人がいる。それうまくなんない。嘘、うん、好みでいいんじゃないの。でも平井弘明のワンナップゴルフ何ダメなんですよ。ダメなの。ダメなの。俺手でかい方なの。あ、そうだね。そう、結構でかいんだけど、うん、めっちゃくちゃ細い。テープも一番細いやつで1回巻き、うん、でグリップも肉厚60の細いやつ、うん、っていうか、まあスタンダードなんだけど、うん、最近細いって言われてるやつ、うん、超細い。それが打ちやすいからそれにしてんじゃないの。そう、なんで打ちやすいかじゃない。あ、そうだね。いや、そう、例えば手でかいじゃん、うん、太い方が打ちやすいの本当は。なのに我慢して細くしてんのか、うん、手でかいけど細い方が打ちやすいのか、うん、あ、ついてきたね。確信についてきたね、トルク。俺すぐダメだ。しんちゃんがダメだ。我慢する。すいません。カメラマン、ちょ、変えようかな。そうだね。すぐ、打ち合わせしないから、すぐ答えにたどり着いちゃう。ツンツンくんない。そうだ。なんで俺が細い方が打ちやすくて、こうやって細くしてるか。うん、それは、クラブを腕に対して、こう使うから、なの、うんうん。これね。クラブと腕を一直線に使う人って太い方がいい、うんうん、クラブをこう使う人って細い方がいい、うん、それはフィンガーで握るかパームで握るかによるんだけど、うん、こうやって握るとパームで握りやすい、手のひらで握りやすいって、うん、太い方がずれないの、うん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 、でフィンガーで握る人って多少の遊びって欲しいわけ、うん、手の中、うん、こういう遊びとか、うん、だからこう細くしてこうやって90度で握って腕に対してこういう角度で握る度合いが強い人は細いグリップの方が打ちやすいの、うん、それはリスト使うからなの。こういう人ってリスト使わないのよ、うん、だから使わないんだったら太くてがっちりしてた方がいいの、そう。これなんでかっていうと、野球のバットってグリップ細くて先が太いじゃない、うん、あれで細いグリップと太いグリップを同時に回したら細いグリップが 100% 負けるのね。あー、そっか。そう、太いグリップ持ってる方が「え、何?」みたいな感じなの。だけど細い人は一生懸命回してるんだけど回らないの。へえー、これは経験だから。そう、だから太いグリップの方がトルクがないの、うん、ねじれが。はい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 、そう、だから使わないんだったら太い方がいい。あー、なるほどね。そう、言っときますけど、うん、手の大きさじゃないんです。へえ、そう、よく手が大きいから太い方がいいとか言ってんだけど、そうなの、うん、どう使うかだから、クラブを。うーん、全然そうなんだ。いや、よくね、あの YouTube 見てても、うん、手小さい人は薄いネックの方がいいって言うけど、うん、俺あんまそれ関係ないなと思ってね、うん、関係ない関係ないと思う。関係ないよね。そんな届かないほど太いネックあると思っちゃうんだけど、うん、だって6弦の24って引かないでしょ。引かない、うん、引かないよ。引かないよね。引かない、うん、むしろ今こっちあるから。ね、そうだね。ね、そうだね。ないといけるもんね。ないといけるから。うん、いや、まあまあ、そういうことだよね。そういうこと。どういうプレイをしたいか。そうなの。ね。そう。だって女の人だって全然ギブソンとかも使えるし、そう、関係ないから。すいません。あ、ごめんなさい。脱線しちゃいました。そう。うちならでは。そう、そうなの。クラブをどう使うか。うん、例えば、90度に使って、こうやって、うん、こうやってリスト使って打つんだったら絶対細い方がいい、うん、あとハンドダウンとか、あ、そう、ハンドアップとか近めに立つとか、うん、あとノーコックとかこういう状態だったら太くていい、あ、うん、その違いめちゃくちゃあるから。なるほどね。違う解釈をしてる方が結構、うん、でも確かになんかそのさっきのギターの話じゃないけど、うん、そこら辺の教え魔みたいな人が言いそうだね、うんうん、そう、手ちっちゃいんだから細いの使った方がいい、手大きいんだから太いの使った方がいいって、なんか知らない人ほど言いそうじゃない。これ関係ないんだよね、本当に。すっごい細いもん俺。
そうなんだ。じゃあそれで選ばなきゃいけないんだ。そうそうそう、自分がどういう構えだったりクラブの使い方をしてるかをまず先に分からないとグリップの太さと種類が決まらない。で、初めは真ん中でいい。うん、初めは純正でいい。普通ので、うん、あ、純正はどっちでもない。純正は今ほとんど60ってやつ。まあ最近ちょっと太くなってんのかな。でもシャフトによってもね、うんうん、太さが違うし、あれだけど、まあでも基本60ってやつが入ってるのね、肉厚が。まあそれにテープが純正だから1回巻いてあるんだけど、まあそれが一番標準って言われてる太さなんでね。そっから自分がこうやりやすいのはどっち、こうやりやすいのはどっちってなってくるから、うん、太い方がやりやすいじゃん、細い方がやりやすいじゃんって絶対なるのよ。なるんだ。なる、 100% なる。打ってると、うん、すげえあるから、うん、結構それがミスマッチな人もいる。そうなの、うん、レッスンでもあんだ。じゃあ全然ある。それはあれなの、スイング見ればどっちタイプか分かっちゃう。あ、全然分かる、全然分かる、うん、全然分かる。先週ね、うん、極太グリップの人、うん、でアドレスが、うん、こういう感じだった、うん、そう、絶対打てないですよねって言ったら、え、なんで分かんのって言われたのフィーリングもおかしくてなんか変でっていうわけ、うん、え、だってそりゃそうですよ。だってクラブ座って腕と90度で握ってハンドダウンでそんなにグリップ太かったら打てないしまってた、うん、どういう反応するんですね。え、そういうもんなの。え、レッスンの先生にそうやってやれって言われたんだよ。あら、グリップ太くしろって言われたんだ。あら、また活字で教えてんじゃないでしょうね。ないでしょうねないでしょうね。活字でもないよね、それ。活字でもないねえ、グリップ、うん、答え間違いだよ。そうだね、うん、そうだね。びっくりしたよ本当に。そっか、俺のこれをね、うん、急いでトランクに取り行って、うん、打たしたの、うん、パッコンパッコン、めっちゃ打ちやすいって。それだけで、あ、何にも書いてないじゃん、うん、クラブ貸しただけじゃん、うん、だから今日レッスン代入れませんよって。そうだよね。そう、そんなのばっか。だってそんなハンドダウンの人に、うん、活字スイングの人いないんだから。ハンドダウンにしてるってことは感覚ゴルファーなんだから。あ、そうなんだ。そう、ハンドダウンで感覚ゴルファーなのにグリップ太くしてどうすんのって感じだ。そっか、手のひらじゃ感じないんだ。指先じゃないと、繊細なところで握らないと。こうって握りたいんだから、感覚本当はね、うん、本当はシャフト握りたいんだから。あ、そうだね、グリップつけないで。そうだね、うん、両面テープだけでいいんだから。でも仕方なくね。そう、しゃーなしでこれですよそれがもうね、残念か。アドレスでバレちゃうわけ、うん、こうやって言ってんだから、こうやってこうやってこうやってやってる人にこんなグリップだ俺打てない。太いグリップで合わない人ってこうなんだよ。なっちゃうんだ。力入る、余計な力が。もうそれさ、俺説明すると思って。いや、でも多いんでしょ。めっちゃ多い。めっちゃダメじゃん、しないと。でも、うん、共通点あるの。何？見っけたの。どっかで習って打ち来てる。そのグリップの太さ合ってない人は、うん、いや、最近5、6人いるわけよ。そういう人。そんなにグリップ。だから俺この動画撮ってんだけど。で、普段違うレッスン習ってそこじゃない。え、その、どっちに外れてるの。太いの、やっぱり太いの。え、なんで太いのが多いの。そうだ、進める。なんかもう分かんない。分かんないの。流行ってるとかじゃないの。なんかあんじゃないない。いや、なんかあんだろうねなんかね俺ほんとそれは分かんない。あ、そうなんだ、うん、逆になんかあなたは太い方が向いてるのに、うん、細いですよって人はあんまりいないんだ。あんまいない。いないんだ、うん、へー、そうなんだね。なんかあんだな、じゃあね。なんだろう ね聞いてないし、なんかわかんないんだけど、流行りなのか、ね、何なのかわかんないんだけど、多いんだよね。多かった。たまたまね。それまでなかったから。あ、そうなんだ。うん、だから、なんか最近バタバタバタってなったから、うん、あれ、動画だと思って。そうだね、うん。あれかな、誰かがわざとそうやって教えてんのかな、ワンナップに撮らせるためにって思っちゃうね。そんなバタバタと。そうだね。ね、誰かが仕組んでんじゃねえかな、みたいな。
俺も太いグリップにした時あったけど、うん、やっぱもう全然打てないもんね、うん、もう何が入るか力しか入んないだからいい力じゃないんだよね。あ、そう、クラブは力めればいいんだけど、うん、いくら力んだっていいんだけどね、違うとこ、体のなんか力んじゃいけないところが、例えばつっちゃったり張っちゃったりこうやってなったり、そういうのが起こる。ここが言うことを聞いてくれないと、うん、細くしてバチンってやっぱこう使える状態にしとかないと、うまくクラブが動かないし使えないから注意が必要ですという動画です。結局あれだね、その細くないといけないのに太いの使っちゃった人がなる動きって、うん、スペックが合ってないとなる動きと同じなんだね。同じ同じ、こうやってなったり、ね、で太いから押すからね、こうやってグリップ押し、押し違い、こうなんないから。そっか、触れないんだ。触れない、太いから、うん、結局太いと左引くからね。繋がんだね細いとこうなるからね、めっちゃあるんですね。だからそういうのもね、関係してくるんです。なのでやりたいことができなくて当たり前の方もいるの。本当に体の動きとしてできないんじゃなくて、うん、させてくれないスペックがある場合、うんうん、そういうのも注意が必要ですっていう。あ、じゃあいつも言うそのスペックが合えばスイングが変わるのと同じように、うん、そうそうそう、グループが変われば、うん、スイングも変わっていいショット打てるかもしれないんだ、うん、そう、結構ある。大きい動き、例えば、うん、こういう動きだったら絶対太い方がいい、うん、でもこういう動きは細い方が、まあ大雑把に分けるとそんな感じ。だからそれだけ知ってるだけでも、あ、俺スイングこっちタイプだから細くしてみよう、うん、太くしてみようってなってくる。一本だけまず変えてみて、あ、本当に細いのいいなとか、うんうん、そういうのが必ず分かるんで、やるときは極端にやってみるといいですよね。極端に細いの、極端に太いのとかやってみると。レディースクラブ持ったらすぐだけど、めっちゃ細いから。あ、細いんだ。うん、めっちゃ打ちやすい。そういう変化があるんで、全部一緒じゃないんですよっていうことだけ分かってください。はい、なんで自分がどっちタイプにハマってるか、太い方がいいのか細い方がいいのかでも知るだけでもいいので、最初ウェッジ1本なんかやるだけでもいいと思うので、試しにこうやってみてください。はい、じゃ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。